R60 プロジェクト第3弾スペシャル企画、石橋亮、人生はカーニバル。R60 プロジェクト第3弾スペシャル企画、石橋亮、人生はカーニバルということで、今年の7月20日東京赤坂ブリッツでのバースデーライブ、ソウルフルカーニバルに参加してくれるミュージシャンを今日から5回に分けて紹介していきたいと思います。今日1回目ですが、私のソロ活動、レコーディング、そしてライブのサポートメンバーを紹介していきたいと思います。最初に、ピアノ、ミッキーこと伊藤美希夫。私がソロ活動本格的に始めてもう早6年近くになります。でミッキーとはですね、もう十数年前から、ピアノと歌だけで、いくつかのイベントに参加してきました。彼はいろんなアーティストバンドのサポートで忙しく飛び回ってますが、彼自身のソロ活動、そして最近ではウルフルズのドラムサンコンジュニアとやってるユニット、ミキオトリオでも活動中です。2人目はドラムス池畑淳二。若いミュージシャンから人望がある彼ですが、皆さんご存知ザ・ルースターズ時代からの私の盟友です。現在ロックンロールジプシーズ、そしてヒートウェーブで活動中ですが、毎年、フジロックフェスで苗場食堂のステージをプロデュースしてます。そして今回、ソウルフルカーニバルでもあるパートのプロデュースも担当してくれてます。3人目、ベーシスト渡辺圭一ですね。現在、彼はヒートウェーブ、それから DD フィーバーで活動中です。聞いたところによると去年のフジロックでは麻婆豆腐丼のお店を出してね、これが飛ぶように売れて、これから右手にベース、左手に中華鍋を持った二刀流で行くんじゃないかと、不安と期待を抱いております。そして、ギター藤井和彦、生かしたロックンロールトリオザ・グルーバーズでも皆さんおなじみだと思いますが、去年グルービズムというね新しいアルバムを出して、より精力的に各地ライブで回ってます。そして、藤井和彦をソロでもね、活動中で、弾き語りで、各地回ってるようです。私のソロのアルバムレコーディングでは、ミッキーと共に、アレンジをですね、担当してくれてまして、もちろんギタリストとしても素晴らしいし、またアレンジャーとしても才能豊かなミュージシャンだと思います。そして、サックス梅津和時さん、1980年代ですね、各地のイベントでよく RC サクセションとご一緒しました。その時に、梅津さんのプレイ、それからパフォーマンスにね、すごい衝撃と感動を覚えたんですけども、いつか自分がソロ活動を始めたら、梅津さんに参加してもらいたいなというふうにずっと思ってたところ、今実現できてとても幸せです。また梅津さんとはですね、ジャズミュージシャンと一緒に私が歌うユニットジャージーソウルでもご一緒してます。最後はバイオリン、太田圭介さん、ミッキーと同じく熊本出身ですね。で年齢は私と同じ、今年で60歳です。60歳といえば感激です。私はあくまであの二文字は封印してます。キンクです。アンタッチャブルです。ということで、今年は R60 プロジェクトをですね、年頭から立ち上げまして、第1弾がライブ CD のリリース、そして、第2弾が今年の2月3月各地回ってきました、ツアーです。そしてこの第3弾になるのが7月20日
東京赤坂ブリッツでの初のバースデーライブ、ソウルフルカーニバルです。今日はですね、私のサポートメンバーを紹介しましたが、次回からは、今回、参加してくださる豪華なゲストミュージシャンを次々とご紹介していきたいと思います。それでは7月20日赤坂ブリッツ、ソウルフルカーニバルでお互い盛り上がりましょう。Let's party!7月20日ソウルフルカーニバルまであと46日。 Let's party!